ございます。2023年6月25日リモートレッスン始めましょうか。まだちょっと早いか。まあでもね、準備体操ぐらいからもうおのおのアップ始めとってください。まずはまあちょっと口で説明するわね。トイマー2回します。でそこから反転して前進するんやけど、前進2歩、ションマー2回して、その前進してる間に3回打ちます。トイトイションションション、トイトイション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 2回の間にワンツースリー打ちます。いっぺんゆっくりやってみましょうか。いきますよ。はい、トイトイ、ワンツースリー、そうそうそう。でその腕のままトイトイ2回します。トイトイ、はい、次ワンツースリー、ション2回、そうそうそう。ほんでそのまままたトイトイ2回しますね。トイトイ、トイトイ2回して、そっからワンツースリーやで。はい、ワンツースリー、オッケー。今はトイマー2回した時に、一呼吸あってワンツースリーが始まってるけど、これ一呼吸置いたらあかんのね。トイトイワンツースリー、トイトイワンツースリー、一拍置かずにすぐ反転構成に取り掛かって、トイトイワンツースリー、トイトイワンツースリー、こういう感じでやってください。全体は速くなくていいけど、ここ、ま、あの折り返し点で一拍置かないようにしてください。トイトイワンツースリー、トイトイワンツースリー、トイトイ一呼吸置いてワンツースリーじゃなくて、トイトイワンツースリーね、すぐ反転する、反転したら打つ、これでいきましょうか。その代わり一つ一つはゆっくりでもええんやで。その代わりそのトイトイするんとションションする間に一拍置かないっていうこと。それでいきましょう。ほな足も変えてもう一回いきましょう。いきますよ。はい、トイトイワンツースリー、もう一回いきましょう。はい、トイトイワンツースリー、もう一回いくよ。はい、トイトイワンツースリー、はい、トイトイワンツースリー。手だけ速うて足ゆっくりの人おるで。手と足は同じように強調して動いてくださいよ、頼むよ。なんかね、足のスピードとね、手のスピードが合うてない人おるで。あかんで。手だけ空回りしとったらあかんよ。いくよ。トイトイ、ワン、ツー、スリー。なんやねん、マットレスが動いとんの。マットレスが動いとんの。わかりました、待ちます。その場で足変えてください。はい、いくよ。はい、トイトイワンツースリー、いくよ。トイトイワンツースリー、はい、トイトイワンツースリー、はい、トイトイワンツースリー。一発置いてあかんで。トイトイワンツースリー、もう反転した時のダッシュ力でワンツースリーで一気に打ってまういう感じやな。そんな感じでやってください。足変えます。いきますよ。はい、トイトイワンツースリー、トイトイワンツースリー、はい、トイトイワンツースリー、
ファイトワン、ツー、スリー。そうそうそう、はいはい、結構結構結局これはね、相手が手を出した時に一遍下がって、すかさず反撃、相手の打ち上がりを打ち込む。それも手だけ出すんじゃなくて、ションマー入れて、距離も稼いで相手に届くということですよ。そこはね、一泊置いてたら間に合わんからね、素早く、折り返してポンと攻撃を入れないとダメ。そんなイメージでね、してください。もう一回いくよ、足変えて。で、3回やから、1回ずつ手と、右と左の手がこう交代してるからね。どっちからでも手が出ること。ジンマやからね。どっちが間が効いてるとかそんなんあれへんから。ちゃんと効かしてください。いくよ。トイトイ、ワン、ツー、スリー。一泊置いたか、一泊置いたらちゃんとピュッと折り返して、さささっとリンワンファン君3つ打たなきゃ。やっ、トイトイ、ワン、ツー、スリー、トイトイ、ワン、ツー、スリー2回目のトイが雑になってる人あるで。何にもなしでトイトイだけやって、しっかりトイトイ2つ2つしなさい。なんか2歩目が雑になってる人はおるで。1回目も2回目も同じような距離で、同じ距離で下がりなさい。トイトイだけ構えんでもよろしい、差を組んでよろしい。2回トイしなさい。はい、それがもう反転するのが分かってたら、もう2回目が雑になる。それはあかん。OK、 もう一回やるで。なんでトイトイ、ワン、ツー、スリーしてくださいよ。ゆっくりでええから、トイちゃんと2回する。いくよ、トイトイ、ワン、ツー、スリー、もう一回トイトイ、ワン、ツー、スリー、トイトイ、うん、はい、トイトイ、ワン、ツー、スリー、うん、ちゃんと後ろの足で、間が効いてる後ろの足でちゃんと蹴ってね、一歩目が出ることで、に下がる時のトイマーが2回目が雑になったりしないことで、手が4回出ないこと、いろいろ注意事項を守っていただいてやってください。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。